こんにちは、わたるでございます。おととい、昨日とパスポートのことについてお話しいたしました。こちらが私が持っているパスポートになります。このパスポートというのは特に海外へ渡航された際には非常に重要なものとなります。なぜパスポートが重要かと申しますと、海外における自分の身分証明書であるからです。つまり海外でパスポートを紛失してしまいますと、自分を証明するものをなくしたことになってしまいます。仮に紛失してしまいますと、大使館や総領事館で再発行の手続きをしなければなりません。せっかく楽しい旅の最中にそのようなことで時間を潰すっていうのは非常にもったいないことであります。なのでパスポートはポケットなどの取りやすい場所には入れず、リュックサックの一番手の届きにくいところに入れるなど、絶対に紛失しない場所に保管してください。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。わたるジャパニーズ、それではまた明日お会いいたしましょう。バイバイ。